皆さん、こんにちは。さきなです。Hello, everyone. Welcome to SS Japanese. I'm your Japanese teacher, Sakina. In this video, we will have a vocabulary lesson. We are going to be learning 50 sports words in Japanese with example sentences. I will teach you from the basic to advanced leveled words.So please keep watching the video to increase your vocabulary. After watching this video, you will be able to learn 50 sports words in Japanese and learn how to use these words in a sentence. And you can download the PDF vocabulary list of today's lesson on my online store or when you join my membership. Details are written on my website,So if you are interested, then please go check my website, ssjapanese-sakina.com. I will attach the link in the description box. Alright, so in this video, I'm going to say each word twice, and then I will give you an example sentence. Please listen carefully first, and then please repeat after me to practice.I also recommend writing down the word you didn't know in your notebook and make your own vocabulary book. Okay, then let's get started. それでは始めましょう。スポーツ、スポーツ。何のスポーツが好きですか?何のスポーツが好きですか?運動、運動。よく運動をしますか?よく運動をしますか?トレーニング、トレーニング。週に3回トレーニングをしています。週に3回トレーニングをしています。ジム、ジム。ジムの会員になりました。ジムの会員になりました。運動場、運動場。生徒は運動場に集合してください。生徒は運動場に集合してください。プール、プール。プールで泳ぎましょう。プールで泳ぎましょう。試合、試合。明日の試合は午前10時からです。明日の試合は午前10時からです。練習、練習。来月試合があるので毎日練習します。来月試合があるので毎日練習します。選手、選手。尊敬する選手はいますか?尊敬する選手はいますか?優勝する、優勝する。どのチームが優勝すると思いますか?どのチームが優勝すると思いますか?勝つ、勝つ。試合に勝って嬉しいです。試合に勝って嬉しいです。負ける、負ける。試合に負けて悔しいです。試合に負けて悔しいです。引き分け、引き分け。昨日の試合は引き分けでした。昨日の試合は引き分けでした。走る、走る。
時間がないから走ってください。時間がないから走ってください。歩く、歩く。歩いて学校へ行きます。歩いて学校へ行きます。散歩する、散歩する。健康のために毎朝散歩しています。健康のために毎朝散歩しています。ジャンプする、ジャンプする。高くジャンプしてください。高くジャンプしてください。マラソン、マラソン。来月のマラソン大会に参加するつもりです。来月のマラソン大会に参加するつもりです。ランニング、ランニング。ジムで1時間ランニングをしました。ジムで1時間ランニングをしました。ジョギング、ジョギング。最近ジョギングを始めました。最近ジョギングを始めました。ハイキング、ハイキング。週末ハイキングに行きませんか？週末ハイキングに行きませんか？自転車、自転車。自転車に乗れますか？自転車に乗れますか？サイクリング、サイクリング。趣味はサイクリングです。趣味はサイクリングです。水泳、水泳。水泳が好きです。水泳が好きです。サーフィン、サーフィン。サーフィンを習いたいです。サーフィンを習いたいです。野球、野球。将来野球選手になりたいです。将来野球選手になりたいです。サッカー、サッカー。学生の時サッカー部でした。学生の時サッカー部でした。バレーボール、バレーボール。昨日のバレーボールの試合を見ましたか？昨日のバレーボールの試合を見ましたか？バスケットボール、バスケットボール。バスケットボールが上手になりたいです。バスケットボールが上手になりたいです。ラグビー、ラグビー。私の国でラグビーはあまり人気がありません。私の国でラグビーはあまり人気がありません。テニス、テニス。新しいテニスラケットが欲しいです。新しいテニスラケットが欲しいです。バドミントン、バドミントン。バドミントンをするのは楽しいです。バドミントンをするのは楽しいです。卓球、卓球。卓球をしましょう。卓球をしましょう。ゴルフ、ゴルフ。
父は週末によくゴルフに行きます。父は週末によくゴルフに行きます。柔道、柔道。彼は柔道経験者です。彼は柔道経験者です。相撲、相撲。相撲を見てみたいです。相撲を見てみたいです。空手、空手。空手が強くなりたいです。空手が強くなりたいです。ボクシング、ボクシング。ボクシングをして怪我をしました。ボクシングをして怪我をしました。スキー、スキー。冬休みはスキーをしに行く予定です。冬休みはスキーをしに行く予定です。フィギュアスケート、フィギュアスケート。フィギュアスケート選手の衣装は綺麗です。フィギュアスケート選手の衣装は綺麗です。乗馬、乗馬。あの牧場で乗馬体験ができます。あの牧場で乗馬体験ができます。筋トレ、筋トレ。筋トレの後にプロテインを飲みます。筋トレの後にプロテインを飲みます。有酸素運動、有酸素運動。一日30分の有酸素運動をします。一日30分の有酸素運動をします。無酸素運動、無酸素運動。このトレーニングは無酸素運動です。このトレーニングは無酸素運動です。ダンス、ダンス。私はダンスが下手です。私はダンスが下手です。ストレッチ、ストレッチ。運動した後は必ずストレッチをしてください。運動した後は必ずストレッチをしてください。ヨガ、ヨガ。ヨガをすると気分が良くなります。ヨガをすると気分が良くなります。ピラティス、ピラティス。最近ピラティスを習い始めました。最近ピラティスを習い始めました。瞑想、瞑想。毎朝5分瞑想をしています。毎朝5分瞑想をしています。深呼吸、深呼吸。落ち着いて深呼吸してください。落ち着いて深呼吸してください。Alright, so that's all for today. 今日はこれで終わります。皆さんの好きなスポーツは何ですか？皆さんの好きなスポーツは何ですか？ Please write your answer in the comment. I really hope this video was helpful, and if you liked it, then please don't forget to thumbs up and subscribe my channel.
it will motivate me a lot to create more content. And as I mentioned it in the beginning, today's lesson file is available on my online store and on my membership. When you join my membership, you will get weekly homework and you can download study material I have created, and there are so much more member-only benefit. So if you want to study Japanese more with me, then please join my membership. I also have my online course, which is for intermediate to advanced learners and which focused on listening practice. So if you want to improve your listening skills, then please join my online course too. All information details are on my website, so if you are interested, please go check my website. The link is in the description. And lastly, please don't forget to follow me on Instagram, TikTok, and podcast. And if you support my work on Ko-fi, I will really, really appreciate it. Your support will be used to create more content to teach Japanese and help much more Japanese learners. Ko-fi でもサポートしてくれたら本当に嬉しいです。Alright, so thank you very much for watching the video and hope to see you guys again soon. 最後まで見てくれてありがとうございます。また次のビデオで会いましょう。バイバーイ。